ソーシ神グ日本におけるソーシ神グの歴史日本におけるソーシ神グの歴史は後期旧石器時代から1万年以上の歴史があると考えられているソーシ神グは呪術的な意味を持つシンボルとして縄文時代から古墳時代にかけて広く普及し指は耳飾り腕は首飾り足飾りなど多種多様なソーシ神グが各地の遺跡より出土している しかし、奈良時代以降、明治時代に至るまでの約1100年間、これらの送信具は突然と姿を消した。明治以降に、海外からの文化移入という形で復活を果たした、送信具は、日本の近代化思想と、相まって爆発的な普及を果たし今日に至っている。後期旧石器時代の送信具の可能性のある異物は、出土例が、極めて少ないが、 石や琥珀を加工した玉やペンダントと見られるものが、わずかに発見されている。北海道瀬田名郡今金町ピリ海跡の観覧岩製玉や、岩手県我が郡西和賀町峠山牧場一遺跡の活石性装飾品、静岡県寸島郡町泉町藤石一跡の流門岩製装飾品などがある。宣告や宣告をしたものがあり、 富士市遺跡出土の石製装飾品はおよそ1万9000年前のものである可能性が指摘されている。様々なマガタ玉縄文時代の遺跡から出土する動物の牙や翡翠を用いた装身具の目的や用途は解明されていない点も多く、はっきりとはわかっていないが、装飾的な意味合いよりも、魔除けや、 呪術的な意味合いが強く、特に動物の牙を身につける行為に関して、国立歴史民族博物館の春成修司は、辞書、古代の予想意の中で、狩猟での成功を祈願した法上信仰の現れではないかと推察している。また、新潟県の姫川、大見川を原産地とし、主に樹として加工された、非水性の送信具は、北海道から、 朝鮮半島に至るまでの広範囲から出土しており、宗神具が交易品として流通していた事実を示している。翡翠は動物の剣士を模したマガタマとして加工された、翡翠製マガタマが特に知られており、竹と水を用いて穴を開け、アクセサリーとして身につけた。マガタマ文化は、弥生時代に至るまでの東日本で広く見られ、一時的な断絶を経て、 古墳時代に前世紀を迎えた。材料は時代を追うごとに、多様化し、壁玉、目の、ガラスなどのま玉が登場している。縄文時代後期から、晩期の土星耳飾り首飾りや、耳飾りを装着した埴庭高知県南国市の船井は、古墳群出土品。中段に二列に並ぶ耳輪がある。縄文時代には石を円形にくり抜き、一部を削り取った。 上耳飾りや、主に粘土で作られた、戦場耳飾りが出土しており、主に女性の耳タブを先行してその穴に装着したと考えられている。これは、中国との交流によって、日本に移入された文化と推察され、人生の節目を自覚させるため、結婚や成人など、通過儀礼の際に用いられたと指摘されている。しかし、この風習は、弥生時代に入る頃には、 ほとんど見られなくなる。この理由としては、高倉洋明が、交流する、弥生人で言及している、耳たぶの大きさの変化、浜本隆が、アクセサリーが消えた、日本史で言及している、狩猟文化から、濃厚文化へと移り変わる過程でのアニミズムの変化など諸説がある。 さらに時代が移り古墳時代中期後半に入ると、朝鮮半島経由で金と金などの金属加工技術と製品が導入され、遊牧騎馬民族の影響と見られる垂れ飾りのついた環状金属製耳飾りや垂れ飾りのない耳輪が出現した。これらは、埴輪の表現から主に基人が装着したと見られるが、男女を問わず身につけ、 死後には耳につけた状態で横穴墓などの墓へ入れられた。近藤義郎は、自著、農民と耳飾りで、こうした耳飾り文化は支配者階級だけでなく、一般庶民にも広く普及していた可能性があると言及している。複数の曲玉と下玉で作られた首飾り首飾りの出現は、戦術の旧石器時代の装飾品がペンダントだと。 するとその年代まで遡る可能性があるが、耳食と同じく縄文時代から用いられたと見られており、曲が玉を連ねた首飾りのほか鉱玉や動物の牙骨、貝や石などが素材として用いられた。弥生時代に入ると、下玉や小さな玉を術状につなげたものが多く出土するようになり、壁玉やガラスなどが好んで用いられた。 古墳時代には、権力者のシンボルとして、祭祀などで一重または二重巻きにして装着されていた、ことが埴輪によって明らかになっている。手首を飾る風習も、同じく縄文時代からで、ご宝らや芋貝などの巻貝を素材とした腕飾りが、一般的であった。かなりの重量があり、かつ、複数個の装着があったことなどから、常時装着していたのではなく祭祀などで、 支配者階級が限定的に使用していた可能性が高い。弥生時代後期に入ると材質が青銅性のそれに変化しており、同時に石製銅製鉄製のものも多く見られるようになっている。また、類似した目的で足色としても用いられている様子が埴輪などに残されており、 手首や足首といった人間の弱点を守るという意味で装着されたと考えられる。こうした死体を飾る風習は古墳時代まで続くが、それ以降は消滅している。考古学会の通説では、縄文時代に指輪は存在しなかったとしているが、藤田藤雄のように、研究者によっては、石や鉱玉による指輪加工は困難であっても、木材や好みなど、 有機質の指輪が存在していた可能性に言及しているものもある。また、原田義人は、辞書古代人の化粧と送信具にいて、弥生時代や古墳時代に存在した指輪も、大陸からの流入品で、国有のものはなかったとする説を唱えている。いずれにせよ、指輪の質度は、弥生時代、古墳時代の宮城県二月殿海塚、山口県土井ヶ浜遺跡。 静岡県トロ遺跡、埼玉県牛塚古墳、兵庫県新加帯遺跡など様々な遺跡から出土しており、その他の送信具同様にアニミズム的な意味を持つ送信具として広く用いられていたことが伺える。串は送信具として着用された縦長のもの、実用品として紙をすくのに用いられた横長のもの、どちらもが縄文時代から 古墳時代にかけての遺跡で出土しており、広く普及していた。素材は木や動物の骨、鹿の角などが用いられ、材料から直接切り出したり、串の葉を一本一本組み合わせて、製作したりされていた。串の創新文化の実が消滅することなく、古墳時代以降も連綿と継承されることとなる点で、その他の創身具と文化的な意味で大きな違いがある。 聖徳大子の肖像画、宗信具は消滅している。古墳時代後期に入ると、有力な豪族の墓からは副葬品として、多くの宗信具が出土しているのに対し、地方の豪族の墓からは、鏡や銅剣が多く出土するなど、副葬品の内容に乖離が見られるようになった。これは、中央集権的な国家が確立する過程において、再始時は、 次第に大王が取り仕切るようになったため、地方豪族は祭祀に用いられる、送信具を返上し、代わりに放棄を排除するようになったことが原因と考えられている。やがて七世紀に入る頃には、副送品は、埴輪の消滅とともに、玉類の送信具が消滅していくようになる。これらの原因としては、複数の説が取り沙汰されており、明確な解明には至っていない。 木の富の変ただし、いずれの説も、世界の送信具の歴史と比較検討した場合に、容易な反証が挙げられ、根拠としては薄弱である。例えば、異界制度を設けた、中国や、衣服や紋章で権威を固示した、ヨーロッパなどでは、送信具が、積極的に用いられている事例を確認できるし、インドやチベットなど、仮想習慣のある仏教圏の国でも送信具文化は、 反映している。後期古墳時代から確認し得る事実のみに焦点を当てて歴史を追っていくならば、旧字本義に出現する物のべしの十種神法が最初期となる。ここに登場する剣、鏡、玉、ひは当時の祭祀の中核をなす樹具とされていた。物のべしは仏教を推奨する蘇我氏に敗れ、日本は大きな宗教的な転換期を迎える。しかし、 それでも、薬病の蔓延や天変地異が収まることはなく、六百四十五年に、起こった木の富の変から続く大化の改新により、神仏集合が起こった。これにより十種神法は三種の神器に改められ、曲がたまは天皇の権威を象徴する、祭死具となってしまった。さらに、六百四十六年に打ち出された、白僧令により、古墳造営の禁止、埴輪、 巡視の禁止、貴金属等の服装の禁止の方針が打ち出され、需要がなくなっていくと同時に曲がたまをはじめとする、送信具は深刻化され、一般庶民が気軽に送信具を身につけることができないようになってしまう。ここに古来より続いていた送信具の習俗は、急速に衰えを見せ始めた。源氏物語に見られる、平安時代の装束、 なおえ、金継の統制具足、金小金や詐欺二枚道具足平安時代に入ると、上流階級における美意識という概念に変化が見られるようになる。奈良時代に取り入れられた、空様式の衣服は十二単位へと発展し、長く垂らした黒髪とともに、流麗な文化を築き上げた。同時に、何重にも重ねた、重い着物や、長い髪は、女性の露出部を減少させ、 行動に制約をかけることとなる。こうした服飾変化が結果的に送信具の必要性を排除していったと考えられており、同時に身を飾りつける行為よりも色彩や香りに重点が置かれるようになった。一方で男性の装飾対象は刀や鎧などの武具へと移り変わった。平安時代後期から鎌倉時代にかけて、 次第に武士が勢力を持つようになり、実用性や機能性に富んだ、日本刀の発展と同時に、権威や権力を誇持するための飾りを施した宝刀が登場している。また、戦闘方式の変化によって一騎打ちが主流となって、くると、鎧や兜は相手をやし、存在感をアピールすることを目的としたものが好まれるようになる。こうした、 装飾品の発展が装ン具を必要としない文化形成の一因となった可能性が春成修二や樋口清などの研究者らによって指摘されている。安土桃山時代に来日したポルトガルの宣教師ルイス・フロイスは日曜文化比較論の中で我々の間では真珠は装ン具の材料に用いるが日本では 制約のために突き砕くより他には使用されない。また、ヨーロッパの女性がつける宝石のついた指輪なども一切つけず、金、銀で作ったソーシングも身につけないと述べ、西洋文化と日本文化の違いについて言及している。こうした空白の文化は実に江戸時代を超え、明治時代の近世に至るまで実に1100年の長きにわたって継続した。 帽子や王冠を手にする、天正剣王少年施設指輪をつけた、長谷倉常長文化消滅の期間において、一切のソーシン具が消滅していたかというと、そうではない。特に南蛮貿易の発展した16世紀に、異国情緒あふれる南蛮の文化に触れた人々の間でソーシン具文化はもてはやされた。これらの文化は、キリスト教に付随する形で輸入されたことから、 キリシタン大名や、その関連人物に、その影響を見ることができる。例えば、イタリアで描かれた、天正圏王少年施設の肖像画内の、伊藤万諸らは、グレゴリウス13世から貸しされた王冠や帽子を手に、しているし、指輪をつけた、ハセクラツネナガなど、送信具を身につけた、肖像画が残されている例もある。しかし、 バテレンツイ法令などによって禁制化された、キリスト教との関連として発展した文化であったため、宗神宮の修族は一般へ普及することはなかった。さらに、こうした、わずかながらの宗神宮の広まりも、江戸時代の鎖国政策によって、次第に途絶していき、ごく限られた蘭学者らによってもてはやされるのみの、なってしまう。伝統的な装束のアイヌ女性。 耳に人カりをつけ、首には、レクトンペを巻き、玉菜を下げる。一方、大和民族とは異なる文化を有するアイヌの間では、玉菜、レクトンペ、人カりなどのソーシン具が引き続き愛用されていた。江戸時代に入ると、生きの概念とともに、日本独自の装飾品小物が急激な発展を見せた。根付け、陰籠、タバコ入れ、串、髪飾り、 かんざし、帯留めなどがそれで、職人たちは装飾のきらびやかさを競い合うようになり、財政的実力者たちはこれらの小物に、繊細さや、豪奢さを金に糸目をつけずに求めるようになった。天保の改革などに代表される写資金指令により、表だった、送信具として、財力や権力を誇持することが困難であったため、目立たないように目立たせるという屈折した美学のもとに、 誕生したという文化的背景があった。しかし、このような文化も幕末に向かうにつれ、次第に薄れていき、西洋よりやってきたアクセサリーが受け入れられ、始めるようになる。長崎を起点に進出し始めた文化はやがて、毛利指輪など、国産の奏神具を誕生させ、勇敢階級の間に奏神具が広く浸透する、六名艦時代へ突入していくこととなる。 現在は派手なものからシンプルなものまで様々であり、ファッションとして利用されている。ありがとうございます。